非日常を感じられるかどうか、そこに幸福感のヒントがあると思いませんか。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。かのネズミの施設が夢の国と称されますが、夢という非現実空間が人をハッピーにするんですよね。このご時世だと何かとストレスが溜まりやすいかとご察ししますが、少しでもこの動画を通じていい意味で現実逃避してもらえたらと思います。共にリモート旅行を楽しみましょう。夏と彼らのバカンス事情です。どうぞ。現実は現実、夢や幻であるはずがない、断じてないはずなのに、あの人にとって夢はまるで現実で、現実はまるで夢のようなのかもしれない。誰目線ですかね。うん、よし、お肉はこんなところかな。ああ、うん、美味しそうに焼けているね。ないまな持ってきた。みんな好きなの取って。やった、わーい、ありがとう、シアン君。おや、ところで、イサギ君の姿が見えないけれど。さっき森の方に歩いていくのを見たから、今頃野鳥の友達ができてるのかも。なるほど。あ、ほら、鳥がたくさん飛んでる。穏やかな話ですね。見上げた空はどこまでも青く澄んでいる。ツーピーツーピーと野鳥が鳴いております。四十からネクタイが太いからオスだ。イサギくん、兄く、焼けたよ。先輩にやらせちゃって。はい、すいません、今すぐ行きます。慌てなくても大丈夫だよ、お肉はたっぷりあるからね。はい、そうですね。吹き抜ける風はとても優しく頬を撫でる。イサギくん。おかえり、イサギくん。その…遅くなってしまってすいません。ただいまです。空はこんなに青かったろうか、風はこんなに優しかったろうか。はーい、じゃあ乾杯しよう。うん、しよう。景色はこんなに輝いて見えていただろうか。みんなとても楽しそうだ、笑顔が光っている。ああ、なんだかとても。そういえばイクト君はどこかな。確かに登場してない。え、イクトさんならいつも通り瀬尾さんのそばにいますよ。え、うん、絶対で。はい、今日も同じです。いつも通りずっと同じ。うん、辺りを見渡すとみんなが言うようにすぐ隣にイクト君はいてくれた。そうか、イクト君はいつもこうして、もうずっと。瀬尾さん、90分経ちました、起きてください。やっぱり夢の中なんですね、もやがかかってたもんね。うん、残り50秒、49 48 47。ったく、さあ乙女行くとトレーン飛びます、あっしゃ。お、ゼロまでカウントすることはなく、イクト君は大空へ羽ばたいていった。すごい導入ですね。なるほど、これはつまり夢の中ということかな。冷静。そう確信して自ら覚醒を促す。そうして目を開けた先、そこにはおはようございます。90分と43秒、ギリ90分台セーフだな。どうしてこういう状況になったんでしょうね。瀬尾さん。ん、まったく、基本的に寝起きだけはいい瀬尾さんが活動時並みにぼんやりしているので
一応聞きます。この瞬間以外の残り 99% の方へのディスリー。何かありましたか？うん。何か、幸せな夢を見ていたんだ。夢？確か、みんなで研修旅行に行ってバーベキューをしている夢だったかな。ゆきとくんが空へ羽ばたいたこと以外は現実味がある内容だったよ。まあ確かに。そうですね。俺が羽ばたくのは空ではなく世界なので。うまいこと言うね。そうだね。ここでそうだねって軽く流されちゃうと恥ずかしくなっちゃうやつ、突っ込んであげて。やっと覚醒してきたのか、瀬尾さんの手はごく自然にあれに伸びていく。瀬尾さん。うん？夢は誰もが忘れるものです。あ、おそらく手に取ったあれというのは手帳でしょう。瀬尾さんはね、良くも悪くも心を揺さぶるような出来事が起こると、それが記憶から抜け落ちてしまうという持病をお持ちです。まあだからね、夢の内容をメモしようと思ったんでしょうね。それでも残しておきたいのなら止めはしませんが。そうか、夢。数秒思案する間を置いて、何を書くでもなく瀬尾さんは手の中の手帳を閉じた。そうか。うん、そうだね。まあ、よく小説家さんとかはね、創作活動のために夢とかはメモ取る癖があるって言いますけれども、まあ、論文には生かされないでしょうね、瀬尾教授にとって。河合が作ったヘンチクリな形の人参入りシチューができたところです。若くもない青年部の集まりに講師として参加した挙句、深夜まで付き合わされての睡眠不足が解消されたならリビングに来てください。そういう事情で仮眠を取らせていたということね。うん、ちょうどお腹が空いてきたところだ。寝起きなのにすごいね。それじゃあ行こうか。寝起きってあんまり食べたくなくない？瀬尾さん。あはや。うん。おはようみんな、まあ、よく考えたらね、教授の家で教授寝てるのにその間に他のみんなが自由に過ごすってすごい状況だよね。はあ、おはよう。シオンくんも寝てたんだね、きっと。へえ。生田さんって瀬尾さん取扱説明書通り本当に90分ちょうどで起こしに行くんだね。あ、当然だ。90分は睡眠サイクル1回分、1分も過ぎないようきっちり起こすに決まってんだろ。まあ、これ難しいよね。ちゃんと寝つければ計算できるけどさ。あの瀬尾さんと生田さんのシチューです。どうぞ。なんか正夢みたいな展開だね。ありがとう潔くん。さて、じゃあ全員揃ったし食べながら今日の議題に入ろっか。確か研修旅行の行き先を決めるんだったね。まあこういうところとリンクするのが夢っぽい感じもするね。お前ら知っての通り俺は忙しい。お前らで適当に取ったと決めろ。とか言って勝手に決めたら絶対文句言うくせに。だったら文句言われない場所を選ぶんだな。難しい課題。そんな権力者ばっかり集まる場所僕たち知らないもん。学生だもんね。俺が権力にしか興味ないとでも思ってんのか。俺は俺の将来にしか興味ねえんだよ。そのためのツールが権力者ということね。権力があろうが能力があろうが俺の未来に貢献しないやつは不要だ。もう相変わらず傲慢。でもこういう姿勢も見習いたいところだけどね。いいからとっとと決めろ。じゃあ海はどう？みんなで泳ぐの楽しそうだし。それなら山もいいかも。森の中涼しいから気持ちよく眠れそう。眠りに行くんじゃなくて研修ですよ。そうだ。あとは思い切って海外とか、まあ、勉強になりますよね。逆か、移動時間が無駄だ。まあその目線もあるよね。じゃあ近場で生田さんの家。奇抜な発想。はぁ、ふざけんな。俺の家に一歩でも近づいてみろ。ありとあらゆる雑用で連日こき使ってやる。家には入れてくれるんだ。確かに。潔くん。潔くんはどこか行きたいところはあるのかな。俺はその皆さんが行きたいところで遠慮しちゃって。
むしろ俺なんかが一緒に行って本当にいいんだろうか。 LINE で結局どこにするんだ。ん？プール付きのリゾートホテル。だから却下、遊びに行くんじゃねえんだぞ。あ、ごめん、そうじゃなくて、あのね、秘書旅行でリゾートホテルに行くって今カナから LINE が届いただけ。あ、いいな、友達と旅行。うん、九条家の人たちとって書いてる。九条家、つまり大森製薬の九条相馬が一緒ってことか。権力。うん、あ、イクトさんの目が邪悪に光った。よし、お前ら俺に感謝しろ。優柔不断なお子様に代わって俺が行き先を決めてやる。九条さんについてですか。このチャンス逃すわけにはいかないね。ああ、そうだ、九条相馬について知っている情報を洗いざらい吐け。万が一にも誤報が混じっていた場合は恨みと呪いに追われる楽しい人生が待ってると思え。いや、ちょっとそれは理不尽すぎでは。だいぶ一方的な話。いいか、よく考えろ、へっぽこポンコツ。こうなる人生を歩んできたのは誰だ。お前だ。お前が悪い。暴論。邪悪さが一層増してる。おい、今後伝え漏れに気づいた場合は速やかな連絡を徹底。分かったな。待ってください。あ、返事はイエスのみ受け付けてやる。そうして電話を切った後、逃げ切れないようクソガキにダメ押しのメッセージも送る。あ、クソガキユイはね、ヒロインの名前、俺がつけた名前だけれども。よし、次はお前だ。九条相馬に微塵も粗相がないよう徹底的に指導してやるから、ありがたく思え。もう、これだと研修旅行じゃなくて新手の接待旅行みたいだよ。まあ、これも勉強になるかもね。寝言は寝ていえ、お子様クラブ。むしろ喜ぶべきところだろう。この俺がお前らの将来のために接待の極意を叩き込む研修をしてやるんだからな。目が本気だ。まあ、プラスに捉えましょう。瀬尾さん。そういうわけで瀬尾さん、行き先は偶然九条相馬一行と同じリゾートホテル、日程も偶然一致です。問題ありませんね。うん、みんなが良ければいいと思うよ。問題ばっかりな気がするけど、だいぶ私利私欲だもんね。でもリゾート自体は楽しそうだし、今回は生田さんに付き合ってあげようかな。やった、カナと遊べる。よし、この旅行で必ず九条相馬との強力なコネを作ってみせる。潔くんの意見は？そして研修旅行当日です。わあ、すごい立派なホテルですね。ああ、適度に涼しくてとても心地がいいね。おい、最終確認だ。クソガキの話によると、九条相馬は九条家の人間を相当大事にしている。つまりだから九条さんだけじゃなく九条家全員と仲良くするんでしょ。もう何度も聞いたよ。いいか、ミジンコ程度でも失敗してみろ。分かってんだろうな。呪いと恨みが待ってる。潔くん来てくれていました、よかった。でもこれだけ大きなホテルだし、会える確率は低いと思うな。シオンくんも生田さんに口止めされて、今日のこと要くんに言ってないみたいだし、あくまで偶然出会いたいということね。たく、会える会えないの低レベルの話はどうでもいいんだよ。どんな手を使ってでも会う、そのための接待旅行だ。接待旅行ってついに認めた。研修旅行なんですけどね。うん、そこにいるのは、お、ほう、こんなところで会うとは奇遇だな。出会えちゃうんだね。何の手も使わずに会えちゃった。低レベルな話だったということでしょう。執念。どうも。驚きました、本当にすごい偶然ですね。権力が自ら
俺の前に現れるとは、これも全て日頃の行いゆえの褒美だな。イクトさん、嬉しそう。この感じ、向こうに伝わってないんですかね。あの、皆さんもご旅行ですか。僕たちは研修旅行という名目で来ているんですが。お恥ずかしながら豪華なホテルを見て旅行の方に重点を置いてしまいそうだと話していたところです。まあ熱心なのは感心するが、たまにはそういう日があってもいいだろう。ええ、学生たちにとって忘れられない思い出に残る旅行にしたいと思っています。いい先生って感じ。へえ、お前すっげえそいつらのこと考えてやってんだな。こういうね、取り繕う感じ、桐島さんは見破りそうだけど。はい、我が身より大切な教え子たちですから。よし、身内を大切にしてるアピールは完璧だ。これで類似性により俺に好感を抱くのは必至だな。行動心理学の力をここで生かすんだね。そうだ、みんなで食べようと思ってお菓子を持参してきたんです。よければ一緒に。うわ、トラブル発生。転んじゃった。大丈夫ですか。お前ら速やかに菓子を拾え。ああ、こっちにもたくさん転がって。ほら、未開封のものばっかりでよかった。うん、これで全部だと思います。すみません。ありがとうございます。うん、随分とたくさん買われたんですね。旅行に浮かれてしまってつい。いつものことだ。うん、だね。早々にとんだご迷惑を。そうだ、何かお礼をさせていただきたいのですが。いえ、お礼なんてどうかお気遣いなく、ここは遠慮するんだ。きっちり受け取ってやるから、俺にとってプラスになる提案をしてこい。なるほど、駆け引きだったんだね、ここも。ねえ、俺カナと遊びたい。勝手な提案怒られますよ。では。なるほど、ではこういうのはどうだろうか。私たちが宿泊している部屋には専用のプライベートプールがついている。例になるかはわからないが、そこに招待しよう。十分すぎるくらい来たが、ここはあくまで謙虚に、低姿勢に、だ。ですが、大変ありがたいお誘いですが、逆にご迷惑になるのでは。一回は遠慮する。構わない。こういう場合、賑やかなほど思い出も増えるものではないか。さすが九条さん。よっしゃ、今日はみんなで遊ぼうぜ。いいんじゃない。あのプール、かなり広いし。え、そうですね、ぜひいらしてください。まあ宮瀬さんがもたらしたことですけれども、ありがとうって感じだね。では。そう言っていただけるのでしたら、瀬尾さん、お言葉に甘えてお邪魔させていただきましょうか。瀬尾研究室なのに瀬尾さん全然喋ってなかったね、そういえば。うん、そうだね。瀬尾研究室の研修旅行ですからね。決まりだな。まあトップ同士がこれでやり取りが成立したからね、 OK ということでしょう。流れるプール、ウォータースライダー、謎にきらびやかな噴水。やたらと豪華なプールに移動してしばらく、表面上はにこやかに、内心鋭く目を光らせ監視する。相当お高そうな部屋ですね。かな、泳がないな。まあ濡れたらいろいろ面倒だから、シオンこそ泳いでくれば。ませてますよね。うん、かなと話してる方がいい。別に今日じゃなくても話はできると思うけど。じゃあ一緒にプール入ろう。うまいこと言いくるめられましたね。わかった、少しだけね。あそこはそもそも友人枠、放っておいても今さら問題は起きないとして。なんだこの荒い息遣いは。よっしゃ、よっしゃ、次はスクワットだ。はい。付き合わされてますね。
まあ、なんだかんだね、なんか潔くんのこと面倒見てますよね、桐島さんね。うん。3、4、4。はぁ、あいつらこんなところで何やってんだ、筋肉メンでも目指してんのか。まあ、筋肉マンと権利上言えないんでしょうね。まあ、でもそのイメージでしょう。へぇ。桐島さんの筋トレについていけるなんて、彼、すごいですね。僕たちの中だと、潔くんが一番運動神経がいいんですよ。足も速いしね。あそこはのんきに浮き輪でプカプカ浮き上がって、漂流したゴマフアザラシかよ。ねえ、宮瀬さんは普段筋トレはしないんですか？新藤さんと桐島さんに誘われて、たまにはやっているんですが。やっぱり、お料理やお庭仕事の方が合っているみたいで。そっか。僕と同じだ。まあ、なんだかんだ、昨日はお二人なんですね。ガワイも無駄にコミュ力の化け物だけあって、問題はなさそうだな。信頼のおけるメンバーでしたね。よし、ならそろそろだ。あいつらを優しく見守った前提があってこそ、違和感なく九条相馬に接近でき。おい。学生たちが心配なのか？お。新藤清、職業はうさんくさい医者だったな。確かクソガキの話によると。まあ、闇医者ですからね。うん、阻まれましたね。新藤さんは、なんというか、高金利で筋肉な大人な方です。そうか。よーし、わかった。お前は呪われるのが処方なんだな。いや、本当にそうとしか説明しようがなくって。あ、そうだ。とっておきの情報がありました。早乙女さんと新藤さんは年が同じだったはずです。話が合うんじゃないでしょうか。まあ、同じ世代でね、共通の話題ありそうですけど。お気楽思考アンポンタンめ、年が一緒くらいで話が合えば世の中いじめは起きねえんだよ。まあ、幼少期そういうこともあったみたいですからね。ん？どうした？いえ、少し考え事をしていて。ん？僕は実は楽しそうに笑う彼らを見るのが僕はとても好きなんです。彼らは人一倍優秀だからこそ犠牲にしていることも多い。もちろんそれが悪いことだと思ってはいないはずなんですが。こうして学生らしく過ごす姿を見るとどうしても嬉しくなってしまって。でもなんか本心も混ざってる感じがするね。そうか。わからないでもない。というと？優しい一面が見えてきましたね、新藤先生も。いや、気にするな。ああ、要も高校生だったな。いろいろ思うところはあるが、素直じゃなくて愚痴には出せないってところか。心理学的な分析。おい。九条、長い時間屋外にいるが、体調に変化はないか？ああ。問題ない。出たな、ラスボス。ふむ。何か話の途中だったか？ええ、学生たちについて新藤さんとお話をさせていただいていました。なるほど。そうか。私もトロピカルジュースというものを飲みながら瀬尾さんと彼らのことを話していた。トップ会談。とても楽しいお話をありがとうございます。こっちがこもりしてる間ゆったりのんびりティータイムしてましたってわけだ。それにしてもみんな本当にいい顔をしているな。学生たちだけでなく、ゴーや霧島も今日くらい仕事を忘れられているといいのだが。ああ。リゾートは一般的には夢のような場だ。現実を忘れるにはちょうどいいだろう。そうだな。現実を忘れる。今回のテーマですよね。冒頭にもありましたもんね。夢のような。イクト君？違う。ん？夢だと錯覚するような場所だとしても、ここはただの現実だ。厳しい表情で言うね。しまった。無意識に自分がボロ出ちゃいましたね。申し訳ありません。見当違いのことを愚痴ばしてしまい。いや、
私たちに対するようで大していない言葉に聞こえた。何も謝罪することはない。なんで反論ではなかったと捉えたってことね。俺の言葉を深掘りされることもなく4人で話し続けること数分。大人の対応ですね。まあスタマイのキャラクターの中でも年長者組って感じだもんね、この4人は。電話？こんな時に誰だ？すいません、少し外しても。構わない。3人の輪から外れたところでディスプレイをタップする。電話の相手はそれほど親しくもないモンブランを貧相にしたような頭の教授だ。言わないであげて、気にしてる男性多いんだから。内容は2日後に控えた講演会関連でトラブルが起きたらしく、急遽講演を頼みたいとのことだった。スケジュールを確認したい、折り返すことにしたが、どう考えても日程がタイトすぎて今からやんなきゃ間に合わねえぞ。今回は断るのが賢明か。けどこのモンブラン、人脈だけは無駄に広いんだったな。ゴマを吸っとくには絶好の機会だ。モンブランっていう言い方はおしゃれなのかどうなのか。でも結局リスってるんですよね。頭の中で懸念事項を整理する。まず高校生含む学生を預かってんだ。さすがに長時間目を離すわけにはいかない。まあ保護者の立場になりますもんね。瀬尾さんに任せるのはかなり不安だ。おや、どっから出てきたゴマフアザラシ。玉川のタマちゃんを思い浮かべる世代も限られてきてますよ。何かお困りごとですか？いえ、困りごとというか、急な仕事を頼まれたんですが、お断りしようかと考えていたところです。学生を残して部屋にこもるわけにもいかないので。それは困りましたね。困ってんのは俺だけどな。まあ、心理学的には共感がいいって言いますけど、心理学学んでる人には通用しないんだね。じゃあ。そうだ、でしたらぜひ僕たちにお任せください。それは彼らを見ていただけるということでしょうか？はい。最愛皆さん楽しんでいらっしゃいますし。ですが。それこそご迷惑なのでは？いえいえ。全然、ヒカル君たちと遊ぶのとっても楽しいです。そう言っていただけるのは非常にありがたいのですが。いや待てよ、ここで信頼して頼ることで相手からの心象が良くなるパターンも十分あり得る。まあ未成年はね、こっちからするとシオン君だけだし、みんな成人してるからね、他はね。ではすいません、やはりお願いしてもよろしいでしょうか？まあそんなに負担はかけない話でもあるしね。宮瀬さんたちと一緒なら学生たちも喜びますし、何より僕も安心できますので。まあ研修旅行としての研修内容としてもいい経験になるかもね、九条家との交流は。くそ、なんだよこの講演時間。俺一人にどんだけ喋らせるつもりだ、あのモンブラン。俺の生態に傷でもつけてみろ。かろうじてモンブランを保つその頭が水まんじゅうになる呪いかけてやるからな。陰湿。誰だ？はい。はーい。お邪魔しまーす。おい。お邪魔だ。3秒以内に部屋を出ろ。バスケみたい。3秒ルール。もう。せっかくご飯と飲み物持ってきたのに、そろそろお腹空いたでしょ？俺の集中力なめんな。空腹なんて感じる隙はねえんだよ。人間どんなに集中しててもお腹は空くものです。まあ食べると眠くなっちゃうってのはあるけどね。はい、どうぞ。ここに置いてくれ。他に欲しいものある？気遣ってくれますね。ない。ったく、こんなことする暇があんなら俺の代わりに九条一味に恩を売れ。これは研修課題だ。ね、心配しなくてもプールはみんなで楽しんだし、その後も仲良く遊んでるから大丈夫だよ。はいはい。まあまたプールに行く機会は作るから、そんなに落ち込まないで。どっちが保護者なんだか。あ？誰が落ち込んでる？詰めるぞ。かわいい。数分後、次から次に今度は誰だ？あ、
起きてた。カレーあげる。眠気覚ましのガムと目薬。あのね、移動たくさんしてそろそろ眠くなるから。たく、眠いのはお前だろ。はあ、うん、俺も眠い。じゃあ仕事頑張って。うん、確かにこの目薬目が冴えるね。まあみんなね、心理学学んでるからお互いにお互いの気持ちが分かるっていうやりとりがポイントですよね。さらに数分後、今度は誰？また。くそ、さっきから忙しいんだよ。九条家の人とか来ない？あ、違った、イサキ君。すいません、ごめんなさい、出直してきます。はぁ？出直すくらいなら今用件を済ませていけ。はい。その、あの、皆さんとお土産屋さんに行って美味しかったお菓子を。おい、その土産屋は九条一人も一緒だったんだろうな。皆さんと。はい。で、一名の対応はちゃんとできたのか？それは、そのすごく優しい人たちだったから、自然と楽しく過ごせて。俺が楽しくなってしまってすいません。本来なら接待はあちら側に楽しませるものなのに。まあ確かに。いや、お前がそこまで楽しかったなら相手も楽しかったってことだ。いいこと言いますね。え？潔、自分の手柄を自分で否定するな。あ、はい。手柄？いいか、姿が見えなくなるまで見送ってこそ完璧な接待だ。明日も1秒たりとも気を抜くなよ。あ、はい。帰るまでが遠足の発展版ですかね。持ち寄られた差し入れを食ったり飲んだり使ったりしたせいか、仕事は想像以上にはかどり、よかったね。そうして数時間が経過した頃。はい。扉を開けて立っていたのは瀬尾さんだった。いや、夜も更けてきたからそろそろ一段落ついた頃かと思ってね。ええ、想像通りです。あとは明日帰ってからで間に合うので今日はここまでにします。なら、少し付き合ってほしいのだけれど。どういうことでしょうね。瀬尾さん、どうしたんですか？ん？どうしたというと？普段自分から飲むことのない瀬尾さんが晩酌に誘うなんて。はぁ、酔うと厄介なんですから飲みすぎないでくださいよ。結局面倒見るのはイクトさんですもんね。せっかくの旅行だからね、普段とは違うことをと思って。とはいえ缶ビールで申し訳ないけれど。いえ、それにイクト君と話したいことがあったから。そういえば、みんな差し入れを持っていくと言っていたけど、ちゃんと届いたのかな。次から次に来てしばらく落ち着きませんでした。まあ、差し入れは案外役立ちましたけど。さすが行動心理学を学んでいるだけのことはあるよね、みんなね。そうか。なるほど、瀬尾さんの差し金だったんですかね。ね、そっちはどうでしたか？まあでも放任主義だからな、瀬尾さんは特に指示したわけじゃないでしょう。あの後はプールで桐島くんと潔くんが水泳対決をしていい勝負だったり。潔くんさすが優秀だね。単位的な水球対決ではシオンくんと要くんが大活躍だったりしたよ。いい勝負？何やってんだ、相手を圧勝させない接待がどこにある。楽しめばそれでいいって言ったじゃん。うん、みんなとても楽しそうに過ごしていたよ。そうですか。イクト君。はい。ありがとう。瀬尾さんが言ったありがとう、それが何に対してか俺にわからないはずがなかった。あ、そう、まだ掴めてないけど、こっちは。ああ、夢だと錯覚するような場所だとしても、
ここはただの現実だ。いつも以上に穏やかに瀬尾さんは俺の言葉を振り返った。どんな夢を見ようと、どれだけ忘れてしまおうと、現実はここにしかない。そういう続きが俺には聞こえた気がして。図星っぽいね、イクト君。夢の話をした時のことをイクト君はずっと気に留めていてくれたんだね。瀬尾さんのための言葉だったってこと？もし人が夢を忘れるのと同じ感覚で瀬尾さんの記憶が消えていくのだとしたら、まあ超楽しかった思い出っていうのも瀬尾さんの記憶からは消えちゃうわけだもんね。瀬尾さんにとって夢はまるで現実で、現実はまるで夢のようなのかもしれない。あの日、夢と現実を混同して手帳を開く瀬尾さんを見てそう思った。別にお礼はいりません。助手として瀬尾さんの面倒を見るのも仕事のうちなので。いや、面倒を見てもらったという感覚ではなかったよ。イクト君が目的を置いてまで言葉にしてくれた。うん、接待忘れてましたもんね。険しい表情で。それはその行為を人は守るというんじゃないかな。うん、きっと全部が守るということだと思うよ。全部。その言葉に含まれている意味はおそらく瀬尾さんに対することだけではない。そんな対象他にいてたまるかと思う時点で。すまない。申し訳ない。扉が少し開いていて少々話が聞こえてしまった。はあ、瀬尾さん、ちゃんと閉めてなかったんですか？せっかくいいところ見せられたと思ったのにね。なんか瀬尾さんのポンコツぶりばっかり出てきちゃってさ、本当は天才心理学者なのにっていうところようやく出てきたと思ったんですけど。おや？申し訳ない。つまり早乙女菜の発言は彼なりに瀬尾を守るための言葉だったということか。俺たちが学生の面倒を見ることになったのもおそらく似た理由からだろう。よければお二人もどうですか？缶ビールですが。そうだな。ああ、旅先での縁だ。私たちも同席しよう。九条。ああ、分かっている。少しだけだ。まあ、持病ありますからね。こうして男4人、缶ビール片手にささやかな乾杯をした大人の集まりですね。夢だと錯覚するような場所だとしても、ここは現実か。なるほど。改めて考える必要もなく、確かにその通りだな。ほう。進藤は早乙女君と同意見ということか？同い年だしね。まあ、所詮俺たちはもう現実であがいていくことしかできないだろう。本当の意味で夢幻に逃げることが許されるのはおそらくあの学生たちだ。ええ、そうですね。彼らもいつか現実であがく時が来るはずなので。社会に出たらってやつね。今はまだその時まで見守るのが僕たち大人の務めだと思っています。まあ、かなめくんの保護者として共感する部分あるでしょうね。ん？何か？いや、彼らの未来が楽しみだ。ふん。今回の主旅行、いい出会いに恵まれとても充実したものになった。改めて感謝しよう。ありがとうございます。感謝なんてとんでもないです。こちらこそよくしていただいて本当にありがとうございました。ラスボスから直に礼を言われるとは、あいつらも少しは役に立ったみたいだな。まあ全て俺の指導の賜物だが、自分の手柄。当初の目的をやり遂げたことへの達成感を感じる一方で、さっきから幾度となく思い出される。次々に差し入れを持ってくる世話焼きなあいつらの見飽きた顔が。たく、揃いも揃って媚び売る相手間違いやがって。どんな大人になるんだろうな。ほう、楽しみか。しまった、声に出て心の声。いや、今のはごまかす必要はないか。ええ、もちろんとても楽しみです。
まあ一番楽しみなのは輝かしい俺の未来に変わりはない。やはりどこか素直ではなさそうなところが振動と似ている。なるほどね。まあ確かに権力が好きなイクトさんと振動先生は権力というよりお金が好きっていうところだけど、まあ似てますよね。なんだ。いや、瀬尾さん。どうぞ。ありがとう。瀬尾さんがわずかに揺れる気配を感じて手帳を差し出す。考えていることはおそらく俺と一緒だろう。イクト君。はい。いや、なんでもないよ。ん？研修旅行の夜、みんなを思い、イクト君がとても優しい顔をしていた。うん、嬉しくて忘れちゃいそうなんだね。実際は手帳に何が記されたのかなんて俺に知る由はなく、夢ではない研修旅行はただここにある現実としてただ静かに過ぎていた。夢のような時間であったことは間違いないね。というわけで、夏と彼らのバカンス事情、瀬尾家&九条家編をお届けいたしました。いかがでしたか？若者は未来のために今があって、そのために良い大人に恵まれることも重要であって、大人は今を頑張ることで未来があって、そして次世代に託す思いも出てくるよね。個人的にももともと教育業界で働いていたので共感するところも多くありました。その経験を生かせた実況になったかは定かではありませんが、可能な限り自分の知恵と経験を落とし込んでいく所存ですし、そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況をやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。